素材をどれだけいい素材を、寿司木村で引っ張れるかっていうのを一番チャレンジしたいところです。今回、OCBC メニューでご用意したのは、特別な刺身、それから焼き物なんですけども、ちょっとチャレンジをしてまして、醤油麹で漬け込んだ魚を、焼き魚としてお出しします。お寿司で、玄米を使ったお寿司、今回、玄米のシャリなんですけども、この味についてはすごい特別なものになっています。香り、食感、あとは味の余韻、全部複合してもう口の中で爆発するような味です。今回お客様についても初めての経験ができると思います。伝統的なお寿司ですけど、新しい経験ができます。特別な経験を OCBC のお客様に楽しんでいただきたいです。